このチャンネルは空想立体工場がお送りいたしました。我々取材班は人面犬が目撃される某検防所へ取材を試みた。目撃情報の入手に成功。みんな、俺みんな知ってるんですか？顔が、あれは人？顔が人間。顔が人間なんですか？私なんていろいろいるみたいな。なんか大きい名前。どうやらこの付近では頻繁に人面犬の目撃がされているらしい。我々取材班は夜間に改めて調査をすることにした。そしてついに衝撃的な人面犬の撮影に成功したのだ。人面犬の衝撃の姿、本邦初公開。これが人面犬の正体だ。暗闇に浮かぶ不気味な恐ろしい形相。我々取材伝説の人面犬の撮影に成功した。本邦初公開、都市伝説は存在した。人面犬の正体はいかに。金曜スペシャル緊急特番、これが人面犬の正体だ。このチャンネルは記憶の恋人ロッチ、空想製薬、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。金曜スペシャル緊急特番、これが人面犬の正体だ。人面犬が目撃される某県某所へ取材を試みた。我々金曜スペシャル取材班はついに謎の奇怪な生物の撮影に成功したのだ。暗闇に潜むこの不気味な表情、人間の顔にも似た四足歩行の謎の生物。この土地では昔から怪奇な姿をした四足歩行の動物がしばしば目撃されている。我々金曜スペシャル取材班はさらなる調査を求め、この人面犬と思われる謎の生物のさらなる調査を開始した。またさらにこの映像から詳細なデータを読み取り、この人面犬と思われるリアルな模型を作ることに成功した。このチャンネルは記憶の恋人ロッチ、空想製薬、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。失礼いたしました。我々金曜スペシャル取材班は撮影した映像から詳細なデータを読み取り、映画ドラマで特殊造形を担当するチームに人面犬の模型制作を依頼した。ということで、人口の明かりも非常に少ないというところで、月明かりのみの明るさの中で、取材をしていたわけなんですが、北村から、このサイズのですね、四足歩行の犬、子犬のようなものがまず草むらから現れる。慌てて、カメラを回したんですけれども、実際、鮮明な、画像が撮れなくて、この画像を撮った人面犬というのは、そして、1980年代から1990年代初頭まで、この日本で非常に、大変、噂になった、ブームになった、まあ、都市伝説の一つなんですね。ただ全国各地で非常にこの人面犬の目撃報告が多いということで、当時の、ポップティーンだとかですね、いろんな雑誌媒体で取り上げられるようになりました。まあ、目撃者の情報から一体この人面犬どういう特徴があるのかと言いますと、を漁っていた人面犬を見たとか、でしかもこの人面犬というのは話しかけると日本語で応答するらしい、返答するらしいんですね。だけどどういうことを言うかというと、飼ってたろう、ほっといてくれ、うるせえな、という、人間が何かこの人面犬に対して、声をかけると、そういった返答が入ってくる。ただこの人面犬は特に、害を与えるわけではなく多かったということになります。しかもですね、この1980年から1990年代だけではないんですね。それよりもはるか昔、江戸時代から遡ります。江戸ではなくてパキスタンだとか他海外でもこのような人のような顔を、小学生の頃大変この人面犬というのは大ブームになりまして、私もご多忙に漏れず影響を受けた一人でもあります。そのようにして、まあ本日に至るまでですね、まあ噂ベースに関する目撃情報も含めてですね、そしてついに人面犬を映像で捉えることができたという話題をお伝えいたしました。
それでは皆さん、次回もお会いしましょう。さよなら。このチャンネルは空想立体工場がお送りいたしました。